道後温泉来ました。ここが新しいところっていうかさ、椿の湯って多分ね、鯛めし角屋めっちゃ楽しんでるでしょ。パスコード。よ、誰か。どうぞ。最高。美味しい。濃いめ。ご飯を食せれば。うん。なんかもっとお茶漬けっていうから薄い感じかなと思ったけど。お茶漬けではないじゃん。これは鯛めしは。あのお茶漬けのパターンのところもある。お湯バーってかける。宇和島じゃないと思うけどそれは。そうなんだ。うん。鯛の酸味もね、フレッシュで美味しい。それよかった。あ、これあれじゃない、ここら辺の陶器のなんかだよね、陶器なんとか